ですね、今日はアンテルーム京都さんに宿泊しまして、朝食を食べています。これはサラダなんですけれども、今この上に乗ってるのはですね、さつまいものチップとかぼちゃのチップと湯葉のチップで、これも自家製だそうです。で、玉ねぎのドレッシングもこれみんなの自社というかですね、中の厨房で作ってるということらしいですね。で、メインがこのひじきのピタといった感じ、ミネストローネ、コーヒー、ヨーグルト、ヨーグルトのドレッシングじゃないね、あの上にかけるものもですね、パッションフルーツとかキウイとかいろいろあるらしいです。こんな感じ、アンテルーム京都さんの朝食でした。